はい、マーケティングアナリストの原田洋平です。で、それから、まあ、数日、連絡取れず、なんか、お医者さんとも、お話ができずに、まあ、きっと父は、ひどい状況だったと思うんですが、まあ、とにかく、熱は下がらないっていう報告だけは聞いていて、まあ、それで、なんかで、最初、ここら辺にボツボツボツってできてるんで、なんか、水疱瘡を疑って、割れたらしくて、水疱瘡の検査をしたり。でも私としては、もうワクチンの直後に倒れてるわけだし、絶対ワクチンだけどなぁと思いながらね。水疱瘡父親が小さい時したっていう話も聞いてたから、まあもちろん、水疱瘡になんか何度かなる人ってのもいらっしゃるようなんですけど、でもなんかちょっと違うことを探られてるなっていうところを感じて、うんって思ったところもね。まあ、ど素人なんで、こればっかりは、何も言いませんが、思ったりね。まあ、そういう、皮膚の外側の検査を多分最初、いろいろされてたようなんですけれども。でも、ずっと熱が下がらなくて。で、ところどころ、先生とお話しさせていただく機会もあったんですが、まあ、とにかく、熱がとにかく下がんないし、あんまり良くないという状況をずっと報告としては、聞いてみました。まあ、ずっとね、ツイッターにも書いてある通り、もう何日も何日も、まあ、トータル10日かな、高熱がずっと続いたみたいで、も本当に、心配です。で、最初からご飯もね、一応無理やり食べさせるんだけど、3分の1とかしか食べれなくて、まあ、それがで、結果的に今、ものすごい痩せてるんですけど、あんなにご飯大好き。僕はね、グルメが趣味なんです。唯一の趣味なんです。だからグルメブログもやってるぐらいなんですけどね。それはもう親父の影響です。親父が小さい時からですね、まあ、決して高いもんじゃないんですけど、いろんなとこに連れてってくれたと。西洋圏に連れてってくれたり、大名圏に連れてってくれた。もう上の浅草近辺、日本橋とかね、下町ですよね。そこら辺近辺の、いろんなね、お店、赤坂の上海飯店とかね、いろんなとこに連れてってもらって、年末31日は必ず我が家は赤坂の砂場でしたね。小さい時は芸能人も並んでてね、すごく、わ、こんな世界もあるのかって言って、後に私赤坂勤務する時びっくりしましたけどね、自分がまさか赤坂とご縁があるんだと。まあそれぐらい飯が好きな父親がね、すごい太ってる父親が、ご飯も3分の1しか食べない、ずっとね。それはまあやっぱり自分の父親史の中では、ある意味で画期的な悲惨な出来事で。もう本当に毎日仕事も手につかない。まあやってましたけど、ぐらいね。これはちょっとただならぬことが起こってるなと。熱もずっと引かないし、飯も食えないし、意識も朦朧としてるし。で、なんか入院初日は専門って言うんですか。まあ高齢者が入院するとよくあるらしいんですけど、なんかどこにいるか自分がわからなくなって。で、そんなヨロヨロの体なのに、這いつくばってかなんか知りませんけど、病院から出ようとしてたらしくて、もうそれはさすが生命力だなと。とてもじゃないけど、そういう状況じゃないのって思いましたけど、後で聞いて驚きましたけど。そんなこともあったみたいです。で、まあ、数日というか、まあ、10日ぐらい熱が引かなくて。まあ、途中で私もちょっとこれは、ね、ワクチンが全員にとって救世主だって今メディアでも政治家の口からも伝えられてて、それはおかしいっていうんで、まあ、ツイッターに発信したりして、それでまあ、テレビに出させていただいたりして、まあそんなことでもちょっと慌ただしくなっちゃったんですけど、そういう中で、まあ次のポイントなんですが、まあところどころすごく素晴らしい人格のお医者さんで、ところどころ状況をお話ししてくださったんですが、まずね、お医者さんのワードっていうのは難しい。本当に専門用語とか数値とかね、本当にわかんないです。本当にだからこれは、あえてお世話になったお医者様、医療従事者の方に、今後の良き日本の医療のためにあえて偉そうに上から目線で何の権限もない私が言わせてもらいますが、やっぱりですね、まあ私が特にテレビのコメンテーターであったり、広告会社のプレゼンであったりという世界にいたからより思うのかもしれませんが、やっぱりですね、特にこういうコロナになっちゃったとか、あるいはコロナのワクチンに倒れちゃったっていう方は、普段元気、まあもちろん基礎疾患があってそうなった方もいらっしゃいますけどね、普段元気でも病院に運ばれちゃうという方もいるわけで。で、そういう方たちは普段病院に行ってる方だとね、いろいろ知識がついたりするかもしれないです。本当のど素人なんでね、言葉が本当にわからないです。だから、ぜひ、
そういう人たちが、来て、これは来る時代になってるんだぞということをぜひ考えていただいて、もうゼロから赤ちゃんに喋るようにお話していただくと。下手したら、ひょっとしたらお医者さんのプレゼンテーション研修なんていうのもね、広告業界では当たり前のようにありますけどね。ひょっとすると、一般の患者さん、普通の何の知識もない患者さんに伝えるっていうのは研修も医療の世界であった方がいいぐらいね、本当に分かりにくくて分かんないです。難しい。けど、中にはそれを当たり前のようにお話しされてしまう方もいるんじゃないかなっていう気もするので、で、ちょっと何回か質問すると、ちょっとこうね、イラッとされちゃうと、こっちも質問がしにくかったりと。あ、だから、お医者さんはお医者さんで、ぜひ、わかりやすいご説明っていうのを心がけていただきたいというのも今回学んだことですし、それから、もう一つ、聞く側もですね、本当にわかんないんで、全部録音、あるいは記録メモ、残しておくことっていうのをお勧めします。これはおすすめです。特にですね、前も言いましたけれども、ワクチンの副反応かどうか、その後遺症かどうかっていうのは、難しい。だし、病名とかいろいろ数値とか難しい。これ録音しといて後で調べるとかね。後で自分で調べるためにとにかく録音しとく。もうその場でわかんないけど流しちゃうっていうのはね、学校の授業はいいけど、まあ良くないかもしれない。いいけど、もうこう命が関わる場っていうのはもうとにかく録音しときます。後で徹底的に調べましょう。ということをお勧めしたいと思います。で、加えて先ほど言った通り、これからね、お金の問題っていうのも現実問題出てきます。どれだけ保証していただくか。そういうので、ワクチンが原価とかも証明できない。そういうのも含めて、お医者さんの言葉っていうのは取っておきましょう。すごくなんかお医者さんを、信頼してないように感じられちゃうかもしれないし、日本人はそういうのはあんま好きじゃないですけど、でもやっぱり自分の身を守るためにも家族を守るためにもやっといた方がいいんじゃないかな、というふうに思います。ぜひ写真も動画も。私も最初、父親のちょっと尋常じゃない腫れ方を見て、これなんかやばいぞと、ピーンと来まして、で、もともと、マーケティングやってる観点からね、調査対象者の話ってのは必ず録音します、メモします。もうだから私にとって普通だった面もあるんですけど。それで、これなんか働いて、これちょっとやばいぞと言うんで、私はもう全部動画撮ったり、録音したりね、するようにしたんですが、ぜひ皆さんもしていただけると、その後のためにもいいんじゃないかなという気がします。